にちは、レロワジローの部屋へようこそ。さあ、今日はちょっと辛いニュースが入ってきました。夏川義弘監督が退任されるというニュースです。夏川監督退任ということで、この成績を見れば仕方がないのかなと思う自分もいますが、やっぱり寂しいなという自分もいます。渡辺進監督がああいう形で辞められて、夏川さんがそれを引き継がれて、素晴らしいチームを作られた。本当にあの混乱した状況の中で、夏川さんが監督を受けられたこと、どんだけ勇気づけられたか忘れることはないと思います。難しい状況だったと思いますが、去年は勝ち点50を超えてなかなかいい試合を見せてくれて、感動したものです。ただ今年に関してはちょっとなんというか噛み合わない試合というか、もちろん誰が悪いとかはないんですけど、いやもちろん監督だけのせいじゃないかもしれないし、特定の選手が悪いということもないのかもしれないんですが、ちょっと噛み合わないシーズンが今のところ続いてて、得点も思うように取れない、失点も大量失点の試合があったりして、今はね、得失点差マイナス14というちょっと厳しい状況にあります。チームも、今年はトップ6を目指すということだったんですが、現在18位。この現状を見ると、仕方がないのかなという思いもあります。ただやっぱり寂しいですね。夏川監督は、大好きな監督さんです。いやもちろんあのレロマの監督さんは、みんな好きです。あの前回山形戦の時あの渡辺監督をちょっとあんな風に言ってしまいましたが、もちろん好きです。上野監督、サルサワ監督代行、マジョール監督、下田監督、皆さん好きです。山口の監督をしてくださる方を嫌いになるわけがないんですよね。いや、そのなんか覚悟はしてたんですが、ちょっと寂しいですね。あのファンサービスが再開されて、結局あの夏川さんのとこに挨拶に行くことは私は叶いませんでした。もしかしたらそういうサポートの方もいらっしゃるかもしれません。いや、そういうのがあって寂しいですね。あの一言であの2021年の時のお礼を言いたかったんですが、寂しい、とても寂しい。監督の時に来られたんで2018年からですよね。ヘッドコーチで来られて、ああ夏川さんもいずれ監督をされるんだろうなとは思ってました。 J リーグが始まった頃に僕はあのテレビゲームでやってて、ベルマーレの平塚のベルマーレ平塚の夏川さん、ああというふうに、で夏川さん日本代表にも入られて、そういった方がレノファの監督になってくる、にとっては誇らしいことだと思っていました。寂しいですがやっぱりね、プロである以上結果を残せないとそうなってしまうんですよね。まあ、ただあの夏川さんを慕ってレノファに来られた選手もいらっしゃると思いますので、そういう方のケアもしっかりしていただきたいなと思います。夏川レノファ、夏川レノファ GM も退任されるということです。今年の補強は、特に悪いという印象はなかったんですが、結果が出てない以上これも仕方がないことなのかなと思います。そして我がレノファこれからどうなっていくんでしょうか。不安もありますが、私はきっと良くなると信じてます。そのための今回決断だったんだろうと思います。きっと大丈夫です。2017年に、上野さんがやはり退任され、途中退任されて、その後はあのサルサワさんとマジョールさんが引き継がれて、結果的にチームは残留し上向きました。そして2021年に、渡辺監督が退任された時も、その後夏川さんがうまく引き継がれチームは上向きました。ですから今回もきっとチームが上向くんだろうと信じてやみません。そして中山元気さんが、当面は監督代行ということですね。中山さんも、私は同い年ですので、個人的に応援していました。監督氏は2013年の中国類ぐらいの監督ですよね。非常に難しい状況だとは思うんですが、チームが上向いていけるように私たちサポーターも精一杯これまで以上に応援していきたいと思います。中山レノファ、中山レノファ。次の監督について、ネットではいろいろ希望が上がってますね。
元トレニータの片野坂智弘さんであったり、元長崎の高木拓也さん、いろんな情報が上がっているようです。まあ、ただね、どなたがやるにしても今の状況で監督を引き受けるというのは、相当勇気がいることだと思います。得失点差マイナス14、そして順位が18、客観的に見ると強いとは言えないチームです。どなたが来てくださるにしろ、監督を引き受けてくださることに、感謝を持って、サポーターを迎え入れたいですね。新しい監督に、おレノファのサポーターは勇気づけてくれるね、心強いねと思われるように、これまで以上に、元気に応援していきましょう。山口県民の意地を見せよう。今こそ山口県民の意地を見せよう。レノファは絶対こんな順位で終わるチームじゃないんだ。今こそ山口県民の意地を見せよう。みんなでこの危機を乗り切ろう。頑張れレノファ。次節徳島戦がますます負けられない戦いになりました。新生レノファ、中山レノファの初戦、楽しみにしたいと思います。夏香さんのためにも、夏香さんのためにも勝ち点3を届けようじゃありませんか。皆さんの声援で、オレンジの勇者を鼓舞していきましょう。引き続き応援よろしくお願いします。高監督、石原 GM、長い間レノファのために力を尽くしてくださり、どうもありがとうございました。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。